北千里駅は大阪府水田市湖港第4丁目にある阪急電鉄千里線の駅。駅番号は HK-95。同線の終着駅で千里ニュータウンの北の玄関口でもある。1967年の開業と同時に日本では初めてとなる自動改札機が設置された。当初は定期券用と普通乗車券用とで改札の方式が異なり、 定期券はパンチカード方式、普通乗車券は直券方式を採用していた。その後定期券も直券方式を採用し、1972年には定期券、普通乗車券共用の自動改札機に更新されている。2007年11月27日には、鉄道向け自動改札システムの開発、実用化に関して、電気、電子、情報、 通信分野における世界最大の学会である IEE より IEE、e、マイルストーンに認定され、阪急は同システムを共同で研究、開発してきた大阪大学、オムロン、近畿日本鉄道とともにこれを受賞した。当駅の改札口付近にはその受賞を記念した名板が設置されている。相対式2面2線のホームを有する高架駅。 森土の軌道の延長上に線路とホームがあるため、改札口やコンコースはホームよりも下層にあり、周辺には各種商店が入居している。駅の両端にシーサスクロッシングが設置されているという珍しい構造である。終着駅にもかかわらず、ホームが東端式でないのは1970年に開催された日本万国博覧会への対応として行った増便により、 留置線を追加したという経緯の名残である。それ以前は一般的な東端式で二つのホームは車止めの先でも相互に行き来できた。この留置線は地里ニュータウンのさらに北にあり阪急グループが開発した青団地やまた二住宅方面への延伸を見据えたものでもあった。見直し、今宮方面へは線路用地としての土地も確保されていた。 阪急は、千里山線の千里山駅と美濃線の桜井駅を結ぶ、千里山延長線の事業免許を取得していたが、1972年12月に免許を返上、廃止となり、空地も多くの箇所で転用されている。両ホームともに、発車直前には、電子ベルが鳴らされる。なお、早朝、深夜に設定されている、淡路駅止まりの区間便は、 どちらのホームからも発車する。また、深夜に一本設定されている、天神橋筋六丁目駅は一号線より発車する。日中時間帯は留置線に1編成が留置されている。また、到着後一旦留置線に入り、再度折り返す列車も朝夕を中心に設定されている。また、ア治駅より先の各駅へは直通列車に乗車できなくても、 淡路駅で普通同士の対面接続により、同駅での乗り換えで目的の方向へ行けるように便宜が図られている。夜間対白は留置線で行うが、当駅止まりの最終電車は留置線に入らず、京都線の小弱駅まで改装される。2019年度のある特定日における1日の乗降人員は3373人である。この値は、千里線では、 関大前駅の次に多く、関西大学等の学校への通学客が多い。同駅に対して、当駅では、大阪大学や、千里近蘭大学、近蘭千里中学校、高等学校、大阪府立北千里高等学校等の、大阪府立高校をはじめとした、徒歩通学圏の学生や当駅に発着する、スクールバスを利用する学生の乗降が多い。また、 大阪市内方面へと向かう見直し東部やサイトなどの郊外の住民も多い。各年度の特定日における1日の乗車、乗降人員数は下表の通り、イオン北千里店駅前の北千里停留所に半急バスが乗り入れ、郊外各地へ向かう路線を運行している。路線型方面に分散していることから、系統番号に加え色でも区別されている。他に、 千里金蘭大学の通学バスや吹田市福祉、巡回バス、主要な施設へのシャトルバスもバスターミナルに乗り入れている。また、期間限定で、イクスパシティ行きのバスが発着する。所要時間は、約15分。ありがとうございます。